皆さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオはみんなの日本語、大河でやっぷんゆ、ダージャーダルーユ50課音読です。はい、この教科書の音読も最後のチャプターまで来ました。皆さん頑張りましたね。おめでとうございます。私もお疲れ様でした。さあ、じゃあですね、このチャプターは、これですね、謙譲語です。謙譲語、ハンブルフォームですね、賓語ね。文型の一つ目は、謙か語、マスケしますね。I humbly do something。謙と語は、謙はグループの1と2ですね。で、語はグループの3に使います。そして文型の2と3は、全然違う動詞に変わるハンブルフォームね。行く、来るは、マイル。食べる、飲む、あと、もらうもそうね。いただくに変わる。言うはモースですね。後で今読みますから、皆さん一緒に復習しましょう。でも頑張っていきましょう。いきます。そうですね、どうしようかな。単語のリストの、ね、動詞はじゃあ、普通形にしましょうか、ね、チェンジトゥーカジュアルフォーム ね、 でね、これ読みます。どうしよう。でもフォームチェンジいらないかな。読むだけにします。 I just go through。 読むだけにしよう。フォーム変えません。いきます。参ります、おります、いただきます、申します、いたします、拝見します、存じます、伺います、お目にかかります、入れます、コーヒーを入れます、用意します、私、ガイド、メールアドレス、スケジュール、再来週、再来月、再来年、はじめに、江戸東京博物館、緊張します、賞金、キリン、コロ、叶います、夢が叶います、応援します、心から、感謝します、お礼、お元気でいらっしゃいますか、迷惑をかけます、生かします、ミュンヘン。そうですね、この動詞は、の11番の用意しますね。用意は準備しますと同じ意味ですね。それから、それから、そうですね。この読み物のお礼ですね。で、お礼は言葉とそれから物とお金があります。で、言葉の時はもうありがとうだね。お礼を言いますね。 Say thank you ね。お礼を言います。お礼をなんかね、こう、渡します、パスかなとか、お礼をあげます、差し上げますね。プレゼントをあげますと、お金でね、なんかお礼を払いますとかな、お礼を払います。それから4番のね、生かします。そうですね。でね、生かしますは、これは、上手に使うことですね。例えば、私は、日本人で、日本語の先生ですよね。私は、自分のマザータング、ね、母国語、母語を生かして、ね、make use of my mother tongue。母国語を生かして、仕事をしていますとか。皆さん、パソコンは得意ですか？で、パソコンの技術、テクニックね、技術を生かしますとか。自分ができること、分かることをよく使うという意味で、生かすと言いますね。では、文型と例文を読みましょう。いきます。頑張ってね。文型、今月のスケジュールをお送りします。明日3時に伺います。私はアメリカから参りました。例文、重そうですね。お持ちしましょうか？すみません、お願いします。ガイドさん、ここを見た後でどこへ行くんですか？江戸東京博物館へご案内します。
グプタさんの到着は2時ですね。誰か迎えに行くんですか？はい、私が参ります。ちょっと切符を拝見します。はい、どうもありがとうございました。こちらはミラーさんです。はじめまして、ミラーと申します。どうぞよろしくお願いします。ご家族はどちらにいらっしゃいますか？ニューヨークにおります。次ね、会話のページ読みます。ね、会話でこれ皆さんのなんか優勝してますよね。では読みます。3回読みます。1回目はちょっとゆっくり、2回目はちょっと早く、そして3回目は普通形にしてみます。頑張りましょうね。会話、心から感謝いたします。優勝おめでとうございます。素晴らしいスピーチでした。ありがとうございます。緊張なさいましたか？はい、とても緊張いたしました。練習は大変でしたか？ええ、忙しくてなかなか練習の時間がありませんでした。賞金は何にお使いになりますか？そうですね、私は動物が好きで、子供の時からアフリカへ行くのが夢でした。じゃあアフリカへ行かれますか？はい、アフリカの自然の中でキリンやゾウを見たいと思います。子供の頃の夢が叶うんですね。はい、嬉しいです。応援してくださった皆様に心から感謝いたします。どうもありがとうございました。では今度はこれを早くですね、読みますね。読みます。優勝おめでとう。すごいスピーチだったね。ありがとう。緊張した？うん、とっても緊張した。練習は大変だった？うん、忙しくてなかなか練習の時間がなかった。賞金は何に使うの？そうだね。僕は動物が好きで、子供の時からアフリカへ行くのが夢だったの。じゃあアフリカへ行くの？うん、アフリカの自然の中でキリンやゾウを見たいと思う。子供の頃の夢が叶うんだね。うん、嬉しい。応援してくれたみんなに心から感謝してる。どうもありがとう。はい、です。次、練習 A ですね。特にここですね。ここをぜひ覚えてください。読んでいきましょう。練習 A。私がコーヒーをお入れします。私が駅までお送りします。私が今日の予定をご説明します。私ができるだけ早くご連絡します。行きます、来ます、参ります。います、おります。食べます、飲みます、もらいます、いただきます。言います、申します。します、いたします。知っています、存じております。知りません、存じません。見ます、拝見します。聞きます、うちへ行きます。伺います。会います。お目にかかります。明日3時にお宅へ伺います。来週お目にかかります。私はミラーと申します。私は IMC に勤めております。では練習 B ですね。練習 B を読みましょう。お手伝いいたします。カバンをお持ちします。予定をお知らせします。駅まで車でお送りします。本をお借りします。2番、工場の中をご案内します。はじめに伊藤先生をご紹介します。お弁当はこちらでご用意します。今日のスケジュールをご説明します。中止の場合はメールでご連絡します。この本面白そうですね。お貸ししましょうか？ちょっと疲れましたね。
コーヒーをお入れしましょうか。この町は初めてです。ご案内しましょうか。ワット先生はどちらですか。お呼びしましょうか。8時までに空港に行かなければならないんです。電車の時間をお調べしましょうか。次行きます。練習 B ですね、の後ろの半分です。読みます。昨日先生のお宅へ伺いました。奥様にお会いしました。お目にかかりました。奥様にお目にかかりました。おいしい料理をいただきました。ご家族の写真を拝見しました。面白いお話を伺いました。5番、誰が運転してくれますか。私がいたします。誰が手伝いに来てくれますか。私が伺います。私のメールアドレスを知っていますか。いいえ、存じません。スピーチ大会のことを誰に聞きましたか。小林先生に伺いました。いつ小林先生に会いましたか。先月お目にかかりました。カリナと言います。カリナと申します。インドネシアから参りました。家族はジャカルタにおります。富士大学で美術を勉強しております。再来月から半年アメリカへ留学いたします。お名前は何とおっしゃいますか。ワットと申します。いつ日本へいらっしゃいましたか。おととし参りました。どちらに住んでいらっしゃいますか。京都に住んでおります。どのくらい日本語を勉強なさいましたか。2年ぐらい勉強いたしました。お仕事は何をなさっていますか。教師です。大学で英語を教えております。で、ね、練習 C を読みます、ね、練習 C。 重そうですね。お持ちしましょうか。すみません、お願いします。忙しそうですね。お手伝いしましょうか。すみません、お願いします。雨ですね。傘をお貸ししましょうか。すみません、お願いします。2番、東京スカイツリーへいらっしゃったことがありますか。いいえ、ありません。では今度私がご案内します。歌舞伎をご覧になったことがありますか。いいえ、ありません。では今度私がご招待します。松本部長にお会いになったことがありますか。いいえ、ありません。では今度私がご紹介いたします。ご紹介します。ワット先生が引っ越しされたのをご存知ですか。はい、先月伺いました。素敵なお宅だそうですね。ええ、ワット先生が新しい本を書かれたのをご存知ですか。はい、先生の研究室で拝見しました。面白い本だそうですね。ええ、ワット先生が結婚され、すいません、もう一回ごめんね。ワット先生が結婚された、結婚なさったのをご存知ですか。もう一度、ワット先生が結婚なさったのをご存知ですか。はい、松本部長に伺いました。素晴らしい結婚式だったそうですね。ええ、すみません。ではね、次ですね、141ページ、これです。これはですね、メールですね、お手紙です。これは、シュミットさんがね、ドイツから書いています。読みましょう。お礼のメール、6番、お礼のメール。森正夫様、今、ドイツはいろいろな花が咲いて美しい季節です。お元気でいらっしゃいますか。日本では本当にお世話になりました。日本で過ごした2年間はとても早く過ぎました。日本へ行ったばかりの時はわからないことや慣れないことが多くて皆様にご迷惑をおかけしましたが、本当に親切にしていただきました。おかげさまで楽しく仕事ができました。
ありがとうございました。ミュンヘンでは日本で経験したことを生かして新しい仕事にチャレンジしたいと思っております。こちらには有名な美術館や古いお城があります。ぜひ一度いらっしゃってください。森さんがお好きなビールをご用意してお待ちしております。ではまたお会いできる日を楽しみにしております。皆様にもどうぞよろしくお伝えください。カール・シュミット。皆さんこれねすごくいいねあのモデルになると思います。ここでまず一番最初に日本の手紙やの E メールでは季節の挨拶をします。 Like seasonal greeting ね、何でもいいんですけど。で次にこの部分ですね、次の部分であの前にいろいろしてもらった時のそのお礼ですよね、ありがとうの話をします。例えばこの間一緒にカラオケを歌って楽しかったです、ありがとうございますとか、この間チョコレートをもらってね、あのうちで食べました、美味しかったです、ありがとうございますとか。そして次の部分であの自分の最近の状況、近況と言いますけどね、最近の状況の近況に、ね、近況を書いてください。最近あの私の生活はどうですか、仕事はどうですか、家族はどうですかって。それからですね、何かねあの言いたいことですね、何か言いたいことがあったらここにも書いたらいいです。例えば用事とかね。でそれからここら辺にあの将来の約束をします。何かね今度会った時何をしたいとか、あの例えばぜひ遊びに来てくださいとか、また会いたいですねとかね、将来のことを書いて、そしてあの最後になんかお元気でってね、あの体に例えば病気の人にはお大事にとか、働いている人にはお仕事頑張ってください、学生さんには勉強頑張ってくださいとか書いて、でそれであのこう終わります。このなんか感じで、ね、このスタイルをあの日本の人はほとんどの人はねこれをあの使ってこの方法で季節の挨拶からスタートして、感謝して、最近の話、将来の話、そしてさようならという感じですね。皆さんもできたらこれであの E メールをね書いてみてください。いい練習になると思います。じゃあですね、ここですね、お世話になった人にお礼のメールを書いてくださいですね。よかったらね、あのここにねコメントのところにこのスタイルで私にメッセージくれてもいいです。ちょっと長くなるから大変かな、でもよかったら頑張ってください。じゃあ今日ここまでね見てくれてどうもありがとう。あのよかったら2回3回ね何回も聞いてシャドーイング、教科書を見ないで、ね、練習してみたらいいと思います。でこのあの50個まで来ましたね。次は、ね、中級です。どうしようかな、何を読んだらいいかちょっと考えますね。でもあの実は一回この、 あの深海の教科書を、ね、読み終わってね、でそうですね、であの、このビデオをアップロードをするときにはあの私は一度あの日本へ帰って、で日本でねこの3年間長い間できなかったこと、なんか 運転免許の更新をしたりとか、なんかいろいろねあのやらなければならないことがあって一回日本に帰っています。なるべくその中級、ね、インターミディ中級のレベル の、 あの文法 の、 あのビデオもアップロードしたいと思っていますが、時々休むかもしれません。なのでこのビデオを、ね、どんどんあのアップロードしていきますから、よかったら復習してくれるとすごく嬉しいです。じゃあ皆さんね、またあのこれからも続けて一緒に勉強していきましょう。あのよかったらコメントもくれると嬉しいです。じゃあまたね、お疲れ様、バイバイ、また明日ね。